っていきたいと思います。最初、ちょっと集まるまで、待機して、今22名待機しております、はい。あ、すごいですね。そんなに。ちょっと雑談的な感じで集まるようにしましょうか。はい、そうしましょうか。あ、ちょっと待ってください。あ、もう始まってるですね。全画面になってる。あ、そっかそっか。なんてないですよね。あ、コメントとかじゃあ読んでもらっていいですか。はい、そんなわけでですね。はい、タイさんの声も、はい、聞こえてますでしょうか。聞こえますか。はい、聞こえてます。大丈夫です。渋野日向子プロの専属トレーナー斉藤こう、トレーナーをお招きしてちょっとお話を伺おうという会になっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとライブのね、この対談形式のライブが初めてなんで、音声的に大丈夫なのかどうか、ちょっと聞こえてたらコメントでですね、聞こえてますとか、ね、入れていただけると非常に助かります。ね、すいません、斉藤さん、忙しいところ。いや、全然忙しくないです。私もマイケル長谷川と申します。いや、なんかね、なんかまさかね、こういうところまでやると、まあ、最初にあったのは、もともとはうちの、すごく一番長くやってもらっているコーチで、はい、まあ、クシアコーチっていうのがいて、うんうん、で、そのお兄さんのね、つながりで、そうですね、紹介してもらって、はい、ね、はい、僕はもう結構、コロナのな、あれでも、でもあれ、コロナ、まだ、なってから。なあれ錦糸町で、ね、直前でした。錦糸町で。そうですね。錦糸町でね。懐かしいですね。懐かしい。なんか、はい、あれ、はい、コロナみたいのある、まだでも、全然そんな感じじゃなかった。なんか武漢やばくねっていう話だくらいの、ね。はい。なんかこう、フィリピンで合宿しようみたいな話はしてましたね。そういえば。そう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 。フィリピン行こうと。今年の夏、フィリピンで合宿しようって言ってたら、もう、してましたね。とんでもない話だった。そうですね、もう懐かしいですね、あの頃が、はい、夢のまた夢で間違いない、ねえ、なんか沖縄料理かなんかね食べて、ね、なんかそうですね、はい、長谷川さんのおすすめのとこで、はい、いやおすすめすみません、お恥ずかしい、本当に錦糸町で沖縄料理って言ったらね、もう何で錦糸町で沖縄料理なんだみたいな話になる、はい、聞こえてる感じじゃないですか。コメント来てます？来てない。音声バッチリです。音声バッチリ。ありがとうございます。完璧です。大丈夫ですよ。あ、わかりました。ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。8時になりましたので、始めていきたいなと思いますけれども。はい、今日はね、本当に初めてのこの対談ということでですね、ここに斉藤さんに来ていただいて、よろしくお願いします。はい、お話を聞いていきたいなと思うんですけれども、これ見てくださっている方はですね、コメントを時々読んでいきたいな、最後の方でですね、時間があればですね、質問にお答えしていければなと思ってますので、何か普段ですね、お悩みのことがありましたらですね、ちょっとこうコメント欄に残しておいていただけると、いいかなというふうに思います。こんな感じでよろしいでしょうか。いいですね。あ、結構綺麗に映ってますね。はい。あ、本当ですか。はい、綺麗に映ってます。あ、そんな普通に。え？長谷川さんとなんか普通に電話してるような感じです。僕はもう全く他が見えないから。いや、これ大変な話。今5000人ぐらい見てますから、ちょっとあんまり変なこと言わない方がいいと思います。急にちょっと緊張してきました。緊張する。確かにこの画面だけ見て、普段のね、Zoom のミーティングとほぼ変わらないっていう状況なんですけど。はい、まあでもちょっと僕今日ジャケット着てますからね、ちょっとおめかししてるんですけど、違うんです、ね。すいません、僕はもう部屋着で。いつも通りの。フリースタイルでいいと思います。フリースタイルのね、ノバドスタイルでやっていただければなと思うんですけど。はい。ねえ、まあそんなこんなでね、なんかいろいろ聞きたいこと山ほどあるんですけど、まあ最近どういう活動されてるんですか？最近はですね、今年は、今僕、ツアーに行くのは大体半分ぐらいで、で、二人体制でやってまして、トレーナー。僕ともう一人で交代交代で行くような形で、僕はもう普段越谷にジムがあるので、そちらで、なんていうんですかね、トレーナー活動もしながら、オンラインで
サポートしてっていう感じで、少し去年に比べると、現場に行くのは少し減りました。なるほど。はい。アメリカに行っちゃったっていうのもね、一つありますよね。うん、行ったり来たりなんか大変ですもんね。はい。そうなんですよ。まあ、でも英語はできるから、もうずっと行っちゃいそうな気がしてたんですけど。ああ、まあそうですね。まあチームの中で誰かが英語喋れたら大丈夫かなっていうのがあるんで。うん、まあ、めっちゃ心強い、それ。そうですね。そんな全員喋れる必要はないと思う。そうだよね。じゃあそのトレーナーさんは喋れる？あ、まあ、トレーナー喋れないですけど、マネージャーが喋れるんで。そうだよね。はい、俺、深堀さんの時はさ、なんかはい、大変だった。だからやっぱり一人、はい、連れて行った、やっぱり。あ、連れ、あ、通訳みたいな。通訳、そう。ああ、なるほど。だから、あの時、ね、深堀さん、すごい結構経費使ってたと思うね。なるほど。そう。まあ、俺がマネージャーみたいなことやって。そう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 。うん、もう全くだもんね。マイケル・長谷川って言ってて、英語全くしゃ、英語、中学英語を喋れないから。ハロー・ナンシーぐらいしか言えないんだもん。ねえ、ハローとグッバイしか言えませんから。いいですね、そのギャップがいいじゃないですか、その。そう。でも結構さ、選手のさ、向こう行くとやっぱトラブルがつきもんじゃないですか。なんかこう、試合行くとね。はい、そうですね。ああ、だから、大体問題が起きないとき全く関係ないんです。だけど、トラブルったときに、やっぱ交渉しないといけないじゃないですか。うん、そうですね。それが一番大変ですね。行ってこいみたいな話になって、いや、もう全く喋れないんですよ。何言ってるか分かんないんですよ。で、うんうん、一回道聞きに行って、ああ、気に入って、まあ、こうって聞いてきて行ったら行き止まりだったと思う。全然聞けてないっていうね。もうだから本当英語の問題ありますよね。そうですね。そこはちょっと大変かもしれないけど、誰かいれば安心かなって。ねえ、斉藤さんはあれだよね。だからそのオーストラリアに行ってまず、はい。なんかこう渡り、まあ、最初オーストラリアで活動、それはもうプロとかそういうのじゃなかったわけだから、最初は。最初はオーストラリアのアカデミーでした。アマチュアというか、もうプロを目指している選手たちのアカデミーで、でそこにプロがオフだけ来るっていう形のアカデミーなんですよね。で、コーチがものすごい有名なコーチだったんで、アメリカツアーにもう2、30人選手書かれているようなコーチだったんで、そこでもう選手がオフにどんどん来て、でそこでいろんな選手と知り合った感じですね、僕は。ああ、なるほど。うん、ええ、じゃあその流れでアメリカツアーのなんとかっていう流れで行ったっていう。そうですね。そこで選手に気に入ってもらって、引っ張ってもらったっていう感じですね。はい。あ、なるほど。あ、そういう流れでしたね。まあ、だから沖縄料理の時も酔っ払っちゃってて半分ぐらい覚えてない。そうですよ、ね。僕も結構飲みましたからね、あの時。あの時は結構飲んで。あ、そうなんだ。あ、はい、そうなんですよ。で、行って、はい、でもそれ男子の話だね、でもそれ。いや、女子です、女子です。あ、女子。最初から女子。はい。でも言葉とかで、やっぱ普通コーチで言うと、うん、例えばその、欧米の人が日本人のコーチをつけるってありえないじゃないですか。ああ、まあ、言葉がそうですね、コーチの方がハードル高いと思いますね。やっぱり。ああ、なるほどね。うん、ああ、そうかそうかそうか。もう基本コーチは話ができないとね、いけないです。そうですね。トレーナーはまあ、なんとかそういう、うん、要はそのメンテナンスとかがちゃんとできればいいっていう。そうですね。うん、なんでトレーナーでもやっぱりそのケア系とトレーニング系でまたちょっとハードルが違うんですよね。うん、ちょっとトレーニングの方がハードルがやっぱり高くて。うん、なんで僕は最初、ケアからちょっと信頼を得て、やっとトレーニングもできるようになったっていう感じ。ああ、そっちの流れなんだ、ね。そうなんですよ。やっぱそのケアとかで言うと、やっぱ日本人 の, そのトレーナーってやっぱりいいのかね、やっぱりその技術的に。繊細さみたいなのがあるの。そう言いますね、向こうの選手は特に。あ、なんですかね、やっぱり、うん、そうですね。もう全然違うって言いますね。やっぱり向こうはオイル使って、やっぱりこう流すようなマッサージが主流なんで、うん、やっぱりちょっと、なんて言うんだろうな、うん、ちょっと日本とは全く違うやり方で、みんながみんな同じようなやり方するんで、うん、日本みたいにこう、いろんなやり方があって、うん、いろんな症状があって、みたいなのはあんまりないと思いますね。うん、あ、そうなんだ。じゃあ、まあ、やっぱりトレーナーの方だと、やっぱり、はい、グローバルでこう活躍できる勝ち筋がある。チャンスは、そうですね、あると思いますね。かなり、はい。やる気の問題ですね、そうなってくる。英語、ま、そうですね、英語と。でもそれ、コーチ側もそうだ、諦めちゃいかんですよね。タイガー・ウッズあたりは来ないかなと思って、オファーが。いやいや、
チャンスはゼロではないと思います。ゼロではない。ゼロではないですけどね。ゼロではないんですけれども、やっぱでもコーチだとイメージは全く湧かないですね。あの僕自身というよりは誰かが行くのかなってね。あ、向こうでね、あの、松山選手みたいにね、メゾラコーチが、はい、あのパターンはあるかもしれないけど、うんうん、まあ、それを見てなんかいいなって言って、じゃあ、あの、うんうん、声をかけられる、メザーコーチが声をかけられるみたいな流れって、なんかイメージがね、なんか、ああ、そうですね。湧かないよね、やっぱね。はい、そうですね。英語が一番ネックになると思いますね。どんないいコーチでも、何言ってるか分かんなかったら、うん、多分、分からないし、うん、はい。グッドしか言えないもんね。俺は。そうですね。まあ、究極はそれですけどね。もう究極の褒め殺しコーチ。褒めて伸ばすタイプですっつって。無理だな、やっぱり。ちょっと厳しいですね。そうなんですね。じゃあ今は、はい、腰が、まあ、半分ぐらい腰がやっていて。そうですね。それ選手だけで一般の方もとかもやってるっていう。はい、もちろんです。はい、半々ぐらいですかね。はい、全くそんな感じを出さないですよね、やっぱね。ああ、そう。そうですね。SNS には自分しか載せてないですね。ね、そうですよね。そうね、はい、腰がの、あ、何でしたっけ、あ、言わない方がいい。言っちゃって。あ、全然大丈夫です。あの、腰がゴルフリンクスっていう練習場。あ、そうですね。はい、なんかあの、そうなんです、浅谷さんとか、あの、そうです、そうです。神谷さんがいるとこですね。はい。神谷さんでしたっけ、神谷さん。神谷さんですね。はい、なるほどですね。まあ、だからアメリカにいるときなんかは、その、それこそ、ついてた選手が、リディア・コー選手とか、うん、はいはい、あと、あとはパク・ソンヒョンとか、うん、イ・ジョン・シックスとか、あ、メジャーチャンピオンはその辺ですね。あとチ・ウンヒとか、あ、そうやってリディア・コーと、あの、はい、あのとかなんて呼んでるんですか。僕がですか。あ、そうそう、呼ばないわけだね。リディアです。あ、リディア、あ、リディア。はい。この方じゃないですね。この方ではない。この方ではない。結構斬新かもしれないです。はい、あ、そうですね。リディア、そうか。向こうで言ったら、マイケルだったらマイケルって言われるのか。マイクとか言われるのか、ね。マイコって感じですね。マイコですよね、マイコ。はい。まあ、それすごいよね。だからメジャー選手をさ、やっぱ日本のトレーナーが見てるっていうのはさ、皆さん知らなかったと思うね。あの、今でこそこういうのあるかもしれないけど、ねえ、結構基本でも同じ人間ですからね、なんかそんな、まあね、はい、あ、なんていうの、本当に言葉の問題だけで、なるほど、なるほど、はい、今あったから注目してる選手、なんか今年イケてる選手みたいにいるんですか。やっぱり女子ですよね、最後さんじゃないですか。ああ、最後さん。あ、もう去年からすごかったですもんね、なんか飛ぶし。いつ勝ってもおかしくない。もう去年からそんな感じ。勝ってないのにマネーランクが結構上位だったっていうね。そうですね、5位とかだと。すごいですね。やっぱあれ見てて、ああいう、まあ、あのゴルフってね、テクニックの部分もあると思うんだけど、うん、体を見、あのやっぱこう、プレーを見てて、やっぱそのフィジカル的なところのこれがいいなって、うん、あそこをこうすればもっと良くなるのになっていうのは、見たら大体分かるもんです。うんうん、いや、あ、全部は分かんないですけど、でも、あ、この選手結構しっかりトレーニングやってんだろうなとか、あ、なんか生まれつき瞬発力あるんだろうなとか、結構そういうのはすごい感じます。僕はだからスイングよりそっちに目がいっちゃう。あ、なるほどですね。あの、沖縄の錦糸町では、あの、なんかそれこそ渋野さんはもともとそのフィジカル的なところがもうズバ抜けてよかったっていう、はい、話を聞いてたのを覚えてるんですけど。はい、そうですね。うん、サラブレッドですからね。お父さんお母さんが、まあ、じゃあそういう DNA、はい、体育大学、はいはい、投てきの選手なんで、お父さんもお母さんも、あ、種目同じで、はい、種目は違いますかね。お母さんが円盤だったかな、うん、お父さんがやり投げ砲丸とかそんな感じ、ね、走らせても速いのやっぱりそういう。あ、どうですかね。多分今までそんな走ってこなかったんで、あ、まあ、普通の人と比べたら当然速いんでしょうけど、やっぱりなんか陸上でトップに行くようなレベルではないですけど、こう普段あのランニングのトレーニングしてる感じとかはそうでもないですけど、もう小さい頃からそういうのやってたら速い、結構いいとこまで行ったかもしれないですね。なるほどね。だからやっぱりそういう、
DNA ってすごい最近考えてて、チャーリー・ウッズとかもすごいじゃないですか。これタイガーの子お子さん、ゴルフ、はい、スイング見たことあります、はい、うんうんうん、ありました、マスターズのやつ。やばくないですか、ほぼ出来上がってるぐらいの勢いなんですけど。確かに、確かに。ねえ。だからもう、その運動能力とか、なんかその、うん、あとあれもそうだって言ってたね、なんか頭の良さというか、なんかそのあたりに遺伝してる、遺伝ってあるみたいな話をね。ああ、そうなんですね。なんかすごい、なんか自分も子育てしていて、そんな気がしてきましたね、なんか。こうなってもらいたいなと思ったけど、はい。もちろん本人 の努力もほとんどだと思いますけど、うん、やっぱりそういう才能もすごい大事かなっていうには思いますね、見てて。やっぱそうですよね。ゴルフ、ゴルフはある程度、なんですか、例えば100メートル走とかって、もう努力だけでは、なんかどうにもできない部分って結構あると思うんですけど、うん、例えば160キロとか170キロを投げるピッチャーとかって結構、努力だけだと絶対無理だと思いますけど、ゴルフってそういう意味ではいろんな人にチャンスはあるのかなって思います。確かに。昔の方がね、でもね、それはね、あったように、最近になってなんか競技が変わってきちゃってるような気がしていて、昔はやっぱりそういう、なんていうのかな、うまさというか、職人的なうまさで、やっぱこう、勝てる選手っているけど、今やもうアメリカツアーなんかそれじゃ絶対勝てないんです。もう土俵に上がれないというか。ああ、そうですね、うん。コースにもよりますけど、もう長いですからね。そう、だから丸山さんが行ってた時なんかやっぱりフルでやって行ってたけど、まあ日本人がスポットで行っても絶対勝てるようなところじゃないよねって言ってたのすごく記憶に残ってて、年間やるけど、勝てるチャンスって5試合ぐらいしかないって、その当時でも言ってて、うん、5試合だか8試合か、なんかその中、そんなもんなんだとか思ってて、あの当時のね、バリバリの丸山杉さんが言って、はい、あ、そうなんだと思ったの覚えてるんだけど、でも最近の、で、その話の中で、はい、最近の選手はボール打たなくなってきてるっていう、昔の選手に比べると、ボール打つ数が減ってる。何やってんの？なるほど。いわゆるトレーニングに時間を相当使ってる。なるほど。いう話を聞いて、なんか、まあ、でもアメリカがそういうようなもう流れ、なんていうか、あれになってるっていう。ああ、そうかもしれないですね。もう2パターンに分かれますよね、多分。もうひたすら球打って身につける人と、もうフィジカル仕上げて、もう野球の球数制限みたいに、ある程度打つ回数決めて、その中で再現性上げていくっていう人と。なるほど。いやだからもう昔と比べるとさ、なんかあの要は今トラックマンとかギアーズとか、はい、なんか、まあ、カタリストとか、うん、なんかこうすごくこうスイングをこうなんていうのかな、可視化できるようになってきて、ある程度のスイングの正解値って出てきた、うん、まあ、ある程度も決まってきちゃってると思うんだよね。昔はこうやったらこうなるかなとかっていうのはみんなでやってて、うん、こんなインターネットの情報とかもなかったから、誰かの師匠のところに受けに行って、こういう何々流みたいなことをずっとやってるっていうのが、まあ昔のゴルフのシーンだったのかなとは思うんだけど、今はもうこれだけ情報がこう出ていて、うんうん、だから YouTube とか僕はいろいろやってますけど、毎回 VT やってるけど、はい、ある程度勉強してる人だったら、基本言ってること一緒なんですね。うんうん、で、誰から聞くか、誰を見るかっていうだけの、話になってて、もうスイングに関してはほとんどもう正解が出てる。まあそれはプロももうほぼ一緒だと思うんで、だからあとはじゃあもうフィジカル鍛えて、だから要はそのエンジンを大きくする。うん、うん。うん。そう、だからそのボディの剛性を高めてエンジンを大きくするっていうところに時間を費やすっていうのは、まあ、はい、僕自然なことなのかなっていうふうに思っていて。確かに。ねえ。うん、そうなってくると、トレーナーさんの力っていうのはすごくこう大きくなってくる。うん、うん。ねえ。そうですね。だからフィジカルはもう、はい。僕らがその研修生とかやってたもん、だから、でも25年ぐらい前ですよ。25年ぐらい前でも、その当時はゴルファートレーニングしちゃいけないみたいな、なんか上半身トレーニングしちゃいけないって言われてた。はい。うん。だからベンチプレスとか持ってのほかみたいな話で、
まあ、走るとか、そんなのはあったと思うんだけど、上半身は筋肉つけるな、みたいな、そんな感じでしたからね。なるほど。そう。全然違いますね、今と。全然違う。もう、デシャンボーこんなできて帰ってきて。全然違うでしょ。で、なんか、でもちょうど変わり目で、僕はそのやってた時に、タイガー・ウッズが28、僕はタイガー・ウッズの、一つ下なんだけど、タイガー・ウッズがボーンって出てきて、はい、タイガー・ウッズ、なんか、試合前に120キロのベンチプレス上げてから試合やってるらしいよって話になって、マジでって言ったのは覚えてる。それすごいですね。そうそうそう。で、なんか、なんでタイガー・ウッズやってるじゃんってなって、みんなやり始めて。みたいな感じはあるかな。なるほど。そう、まあちょっと話、そうだ、予定してた話、全然違う方向に行っちゃって、ごめんなさい。ね、質問で、だからそのね、注目してる選手、でもタイガー・ウッズとか、これ、もうちょっともう一個タイガーの、で僕、タイガー好きなんで、あのタイガーの、あれだけの怪我して、もう今年のマスターズなんか出れるイメージなかったけど、あれ、相当リハビリ頑張ったって感じなんだよね。ああ、でしょうね。相当やってるでしょうね。ねえ、はい、なんか回復力もすごい早いんじゃないかなって思いますけどね。ああ、なるほどね。まあ、そういうところもすごいと、なんか海外の論文見てるとやっぱり外国人選手の方が体温が高いみたいなんですよね。だからそういう意味で何ていうんですかね、基礎代謝っていうか、あの自然治癒力は何パーセント高いみたいな話は聞いたことありますね。なるほどね。はい、そうか。あ、そういうこともあるんですね。あると思いますね。その論文は確かドイツだったんですけど、うん、はい、ありましたね。でもそうじゃないと説明がつかないよね、やっぱね。うんうん、大変な折れ方してるわけでしょ。そうですね。ねえ。はい。やっぱそうなんだな。まあ、そんなこんなで、渋野選手の話、さっきちょっと聞いちゃったんですけど、はい、今年、去年から今年にかけての今の状態ってどんな感じなんですか？やっぱり、まあ、去年初めて飛距離が欲しいっていうのを僕に言って、それまではいらないっていうスタンスだったんですけど、はいはい、去年の夏ぐらいですかね、初めて飛距離が欲しいっていうのを言い始めて、はい、それまではもう体を、飛距離はどうでもいいから、もうとにかく体をうまく使えるようになりたいっていう、もうそれだけだったんですけど、アメリカに行って飛距離の差を感じて言い始めて、で僕もちょうどそのぐらいのタイミングで、まあそういう、もうちょっと転換してた方がいいんじゃないのかなっていう、まあ、うまく合致して、まあ、去年の夏、秋ぐらいからちょっとこうトレーニングを変え始めて、そっちにこう重きを置いてやってきてる感じですね、今まで。やっぱりそれってさっきに言うと、そのエンジンを大きくしていこうっていう、はい、排気量を大きくしていこうっていうトレーニングをしてるわけじゃないですか。そうですね、はい、結構こうなんかやっぱそういうウェイトトレーニング、具体的にどういう感じのことやってるんですか？簡単にいいんですけど、今はもう本当めちゃくちゃシンプルです。もう本当に、重さを上げる。全身を使って効率よくなるべく重さを上げるっていうトレーニング。例えばスクワットとかデッドリフトとか、そうですね。そういう全身を使って上げる種目。本当にシンプルです。過去2年の方がもっと細かい、ちょっと言葉で表現できないような感覚のトレーニングとか、そういうすごい細かい動きのことをやってきて、そういうのができるようになったんで、今はもうガラッと変えて、そうですね、いわゆるウェイトトレーニングっていう状態です。はい。いや、それあれ試合に出ながら、それってじゃあシーズン中もやってるわけでしょ、それって、そうですね、週1回ぐらいですね、シーズン中は。筋肉痛の時ほどゴルフうまくいかないことないんですけど、そのあたりどうしてるの？それは結構人によって違うんですけど、やっぱり結構女性で多いのが筋肉痛の方がしっかりハマるっていう人が多いんですよ。けども、やっぱりオーバースイングになって、体が女性の方が柔らかい人が多いので、オーバースイングになって、どこまでも行ってしまう。で、体が止まらないっていう人がいるので、結構女性に多いのは筋肉痛の方がしっかり調子が出る。なるほどね。で、渋野選手に関しては、下半身はそうなんですけど、上半身は筋肉痛だとダメ。のタイプなので、
その辺はちょっと、まあ、うまく過去の感じから調整してっていう感じ。下半身はある程度張りがあってもいいのかなっていう。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。確かに、それはあるよね。だから、俺たちはやっぱ体硬いから、やっぱりそうなっちゃうと全然ダメなんだけど、逆に、はい、だからタイガー、さっきのタイガーウッズの話も、やっぱり、うん、すごい柔軟性があるわけですか、タイガーウッズとかも。だから、ある程度締めないと、やっぱりこう締めた方がいいみたいなのも、当時言ってた、確かに。でも言ってたって、もう、だからもう、インターネットとかもなかったから、アイモードだったから、はい、携帯が。アイモード。懐かしい。そう。だから情報がね、雑誌しかなくて、らしいみたいな話だけど、でもそんなような話してて、はい、うんうん、で、深堀さんのとこ行っても、逆に言うと、落としすぎちゃうとダメだよねっていうのがあって、深堀さん結構体にこう、結構投資してするタイプで、はい、トレーナーさんはやっぱり、当時少なかったんだけど、連れてツアーを回ってるっていう選手だったんです、うん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 。で、やっぱり、そのね、疲労を残さないように、こう、ね、そういう疲れをね、取るのに、こう、いろいろほぐすじゃないですか。はい、やっぱり、ほぐしすぎちゃった時の調子の悪さって、もう、僕らが見ててもわかるんで。ね、だからやっぱり、その、体の状態って、それ緩める、柔らかいのが、柔らかすぎるのがいいってわけでもないっていうことですよね。うんうん、そうですね。ただこれ、うん、アマチュアとプロほぼ真逆な傾向があって、うんうん、やっぱりアマチュアの方ほど体もうガチガチで、うん、いい言い方すれば安定しすぎてる、関節が。なので、逆にどんどん緩くした方がいいと思うんですよね。なるほど。特に男性はもうガチガチな方が多いので、うん、僕がよく言ってるのはもう男性はもうヨガをやって、女性で緩い人ほど筋トレをしようっていうのはよく話してるんですけど。うん。なるほどね。うん。はい。なるほど。いや、そうですよね。そうです。うん、やっぱり、やっぱり僕がゴルフの、この、僕自身も硬いし、やっぱりこう、やっぱりレッスンとか日々やってるわけじゃないですか。で、例えばバックスイングのところで、まあ、例えばフライングエルボーになっちゃうよねとかっていうのを、はいはい、前のやっぱりレッスンとかだと、やっぱここ締めてとか、なんとか下向けてとか、こうやってとかってやるけれども、意外とそれってずっとそういうことを1年間ぐらいやってても変わらないかったりするわけなんで、それって多分可動域の問題があって、やっぱどっかでこう代償動作、代償動作っていうんですかね、だから逃がしちゃうような動きが入るから、なんかこうボール挟んでるときはいいけど、外した瞬間にバイーンって戻っちゃうみたいなね、いうのがあって、で、やっぱそういうのがあるから、やっぱこう、体が変わっていかないとスイング。で、体、すごいその体のところで言うと、はい、今僕、うちの2階でこういうふうにトレーニングとかそういうのができるようにはしてるんだけど、なんでこういうふうにしたかっていうと、やっぱり、スイングって練習してても結構変わらなかったりするんだけれども、うんうんうん、フィーリングの部分って変わったりするんで、でも体って毎日コツコツやれば 100% 1年後には結果出るじゃないですか。そうですね。はい、明日は目に見えるようなことは起きないけども、うんうんうん、絶対これを続けていったら1年後とか、まあ5年後、10年後って全然違うわけじゃないですか、やっぱり。はい。だからこれをやった方がいいよねっていうのを、3年前ぐらいから言い始めてる。いや、さすがです。おっしゃる通りです。いやいや、いや、だから本当それはね、僕らが、はい、どうやったら100人来たら100人上手になってもらえるんだろうっていうことを考えたときに、やっぱりどうしても、その、なんていうのかな、見た目を直していくだけでは、やっぱりこう、うんうん、ダメなところがあって、まあ、その、まあ、その、一回そのスイングができても、それが、この、再現性が悪かったらダメだし、コース行った時にもその力が発揮させなきゃいけなかった、できなかったらダメだしっていうダメじゃないですか。はい。ことじゃないですか。はい、だからそれってやっぱりそういうふうに動きやすいような体作りをしていかないと、やっぱり100人来て100人上手になってもらうことできないんじゃないかっていうことだと思うんですよね。そうですね。やっぱり体がないと、やっぱりどこまで妥協するかっていう勝負になっちゃうので、その柔軟性がないことによって、やっぱり理想のスイングってそれぞれあると思うんですけど、やっぱ僕から見るともうどうしても絶対それは無理っていうこともやっぱりやろうとしちゃうっていうのは結構もう物理的に不可能かなと思ってて、だからそこをやるためにはまず体から変えないと余計なところに力が入ってしまったりとか、
変なところ力んでこう怪我につながったりとか、うん、そういうのはすごく、うん、感じますね。そうですよね。はい、いやだからそのスイングってまあ、基本欲張りじゃないですか、うん、僕も含めて、ね、自分も含めてですね、はい、わかります、わかります。僕の生徒さんをディスってるわけじゃないですからね。ディスってるわけじゃない。僕自身も含めて欲張り、僕もタイガー・ウッズになりたいわけです。マキロイになりたいんですけど、うんうんうん、やっぱそれはもういくら真似してもそれはならないわけじゃないですか、うんうん、それっていうのは、うん、だからやっぱこうなんていうのかな、こういうスイングしたいと思うんだったら、やっぱ先ほど何かを諦めるじゃないんですけど、必ずトレードオフな関係になっていると思っていて、やっぱ何かをやっぱり諦めないとやっぱり結果が出なかったりとか、うんうん、まあね、だからやっぱそこら辺はやっぱりちょっとこうこれ見ている方もですね、少しこう割り切ってというか、まあなんか考えた方がいいんじゃないかなって。僕は結構、僕ラジオやってるんですけど、そういうところで結構厳しいこと言ってるんですよね。もうもうそういう可動域ないんだったらもう飛距離諦めろとか。もうね。そうですね。そう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 。はい、っていう、だってそれ無理じゃないですか。うん、だからやっぱりスイングを、じゃ飛距離を諦めるのか、ちょっとフィジカルを変えて、まあ、もうちょっと最大出力上げていくのかとか、まあそういうことじゃないじゃないですか。うんうん、まあそんな感じで、まあ僕はなんか思って、なんとかの、だからそれほら、このサムネイルね、見ました？この対談のサムネイル。はい、なんとか鬼、あのぐらい再現性の鬼、斎藤コーチなんだっけ、斎藤コーチの柔軟性の鬼、柔軟性の、ねね、あのさ、もうさ、あれはクレイジションチームの人ね、内藤君、今もいるんですけど、はい、ね、今、鬼って使う人いないから、鬼うまいとかそういう話です。鬼うまいとかさ、鬼山とかさ、ね、鬼ね、鬼だふりとかさ、なんかさ、鬼って言ってる人もいなくなってきてるからね、もう気をつけてもらわないとね、上品なチャンネルにしたいと思ってますんで、鬼はやめよ、鬼。でも再現性でも本当に再現、本当にだから再現性の、僕は鬼になりたいとは思ってるんですよ。でも本当にそのゴルフって、まあ、別にスライスだったらスライスでもいいんです。でただ同じぐらいスライスできる、スイングできたら、これ結構スコア出ちゃう。確かに、うん、そうですね。それが、そう、だから右も出たら左も曲がっちゃうようなスイングになると、うん、これってやっぱりスコア出ないよねってなるんで、ね、うんうんうん、だからやっぱりその再現性の鬼になるしかないです、うんうん、ね、で、じゃあもう柔軟性の鬼ということになってますけれども、そうですね、そう、はい、もう柔軟性が全ての基礎ですからね。あ、やっぱそうなんだ、ね。はい、いや、それすっごいもんわ。それがないことにはやっぱり飛距離も出ないし、うん、再現性も上がらないし、まあ柔らかすぎるのも逆に再現性落ちる原因になりますけど、はい、それってね、だから結構僕はどっちかっていうとテクニカルなこと、テクニカルなね、うんうん、そういうのをや仕事にしてるんで、やっぱスイング効率を上げて飛距離を出そうっていう、うんうんうん、スタイルでやってるんですよね。 YouTube も実際のレッスンもそうやってるんだけど、これ実際ね、トレーニングとかその柔軟性を上げることによって飛距離とかって出るもんなの？そうですね、もうやっぱり飛距離の、要因って多分いろいろあると思うんですけど、体だったりギアだったりスイングだったり、うんうんうん、やっぱそのうち一番なんていうんですかね、根本からやるべきなのはやっぱり体だと思ってます。そりゃそうだよね、その体はプロですからね。うん、それってだからその、まあ、例えばそれが、まあ、渋野さんとか若い人だったらなんかイメージ湧くのね、うん、まだこう、うん、なんだけど、例えば俺みたいな45歳今年、はい、で、まあ、50歳代60歳代とか、うん、まあ、年齢あると思うんですけど、それって、どの年齢の方でもやっぱその辺ってやっぱまだ変わってくるもん？はい、もちろん変わります。体も何歳でも変わると思ってます、うん、例えばなんていうか、筋肉をもう20代の頃のようにつけたいってなるんであれば、ものすごい努力と栄養学的な知識も必要ですし、すごくハードルは上がるんですけど、基本的にこう動くよ、なんですか、動けるような体になりたい、ここまで動かしたいとかであれば、基本的にやり方さえちゃんと、守って、あと一番大切なのは継続なんですけど、それができてればどんな人でも、まあ、レベルの差はあれ
向上するとは思います。まあ、なんか毎日コツコツできるかどうかっていうのはね、そうですね、一緒だと思いますけれども、あ、そうなんだ、はい、そしたらなんか勇気が湧いてきますね、なんかね。そうですね。僕も、はい、あ、勇気が湧いてくるな。本当ね。はい、うん、何をやるかが一番問題ですね。何をやるか、ね、はい。そうだね、はい。もうなんかそこでいきなり僕はなんかこう始まっちゃうんじゃなくて、まずは僕は柔軟性を上げた方がいいなとかって思っている。そうですね。もうね、今年に入ってね、もう4月からこの今の5月、3月の末からずっとね、体痛いんです。あ、そうなんですか。どこですか。だから最初背中、最初首痛めて、はい、ようやくこれ初めてこれ首のヘルニアだとか思って行ったんですけど、病院行ったらそんなんじゃないと、ヘルニアだったら手がしびれるとかそういうことがあるし、骨も大丈夫です。で、そんなこんなやってるうちに、なんか電気治療みたいなのあるじゃないですか。あれ行って、はい、そしたらなんとなくあれ治ってくるじゃないですか。はい、そしたらもうここに 1週間ぐらい前から今度はあばら痛めて、で、それをこうやって車運転してて、今信号待ちで後ろのなんかペットボトル取ろうみたいな感じで取りに行ったら、はいはい、その時にピキってなって、うん、もうそれからもうおかしい。なるほど。感神経痛かなと思って。それいや、その動きってもう骨盤が止まった状態で胴体だけ動くっていう状態じゃないですか。はいはいはい。だからものすごいお腹の筋肉使うんですよね。あ、だから多分おそらく、まあ、肉離れまでいってないかもしれないですけど、こう筋違いみたいな、筋肉が伸びたみたいな状態。で、結構その使い方ってパターとかでものすごい大事で、うん、骨盤固定しての上だけ回すっていう。はい、そうですね。はい、そういうのもやっぱ結局はフィジカルになってくるんですよ。なるほど。はい。あ、そうか、そうか、飛ばしだけじゃないか。そうなんですよ。ああ、そうだね。ショートゲーム、パターは結構安定性がないと、やっぱりブレちゃうんで、手打ちの原因になったりとか。なんかそういうところでさ、なんか年取ってくるとさ、はい、ゴルフってやっぱり気持ちよくできなくなってくるんですよ。で、なんかなんか絶対イップスっぽくなるじゃないですか。うんうんうん、で、なんかシニアツアーとか見に行くと、パターを、まあ、普通に打ってる人の方が少ない、必ず何か工夫してやってるなっていうのが印象的にあって、なんでああいうふうになるのかな、はい、なんかやってると熟練の技でどんどんね、うまくなんかなっていきそうなもんなんだけど、できなくなるっていうのは、うんうん、もしかしたらパターなんて、まあ、自分の感覚の中では同じように打ってるつもりだけど、うんうん、やっぱりその柔軟性って落ちてきてるじゃないですか、やっぱり。はいはい、それでいつも前よりも下半身が動いてたとかね、なんかそういうことからちょっとずつこの自分との感覚のズレでやっぱりイップスとかになっちゃうかもしれないですね。そう、あると思いますね。トレーニング用語だと発火順って言うんですけど、筋肉に火がつく順番、こう、うんうん、例えば通常であればこの筋肉からこう動いていくべきだっていう、もう何ですか、原理原則みたいなものがあって、うんうんうん、まあ、当然中から中心から動いていくべきなんですけど、やっぱりイップスとかになる選手ほどやっぱり 手から動いちゃったりとか、うん、やっぱそういう傾向ありますよね。どうしても、あ、感覚的にそうかも。だから俺もアプローチ、そうか、じゃあちょっとあれだね、中心から動くっていうことをやるといい、ね、そうですね。それはでも意識では変わらない、変わりづらくて、やっぱり根本的にフィジカルから変えないと。なるほど。そこはもう意識だけで変えるのは多分相当難しいと思います。なるほどですね。また欲張りな感じが出ちゃいました、ね。いや、でもそうなんだよね。だからこの間もさ、はい、深堀プロっているじゃないですか。で、深堀プロ久々に平川監督とかで一緒に練習して、はい、で、なんかパターをね、まあちょっと僕なりの、やっぱり下が動いてて、いや、うん、僕の立場で言うとね、いや、皆さん、このいい時に比べると、やっぱり下半身が動いてるんで、このぐらいの、うん、がっちりさせた感じがいいんじゃないですか、ぐらいしか言えないじゃないですか。うんうん、でも確かにそこの柔軟性が出てれば、確かに動きにくくはなりもね、動かなくなるもんね、やっぱね。そこフィ、うん、なるほど、なるほど。飛距離だけじゃないということですね。だから、そうなんですよ。飛距離とか、もちろん再現性の部分もそうだと思いますけどね。うんうん、なるほど。やっぱりいろいろ聞くと、まあ、トータルするとやっぱり柔軟性が基本、まあ、体の剛性とか強さも大事だけれども、はい、基本的には柔軟性の方がなんか、僕の再現性の鬼の私としてはですね、皆さんに柔軟性を上げていただきたいなっていうことになっちゃいますかね、うん、やっぱね。
もうそこに尽きると思います。なるほどですね。はい、そこ、じゃあ再現性っていうと、やっぱりそこら辺っていうことです。そうですね。はい。ね、そうですね。なるほど。いや、なんかいろいろ勉強になります。なんか質問来てますんで、ちょっと、読んでいきましょう。あ、これどうやってスクロールするんですかね。ああこれはちょっと今日はこれこれどうやってスクロールするんですか。あ、これいいのか。あ、ここまで。はい。あ、これが一番下か。これが一番下。あ、二つで。あ、そうか。はい。今来てるのが、沢源さんですね。アマチュアゴルファーはシャローイングとか、ハンドファーストを意識しすぎない方がいいですか。気持ちよく振れるのが一番いいですか。気にしすぎておかしくなりました。すいません。私の影響かもしれません。まあ、シャローイングとか、まあなんか今、だから、ハンドファーストとか、まあ、これでもテクニカルなところなのに気がしますけど、どうなんですかね。自分のさ、あ、僕ですか。はい。まあでも、あれってやっぱり体、結果として起こるものだって、それが、なんていうんですか、僕の意見ですけど、体トレーナーとしての意見ですけど、うん、結果として起こるものであって、それを無理やり作るものではないかなとは思いますけど、だから、それができる柔軟性とか、強さとかがないと、できるものもできないかなと思います。渋野はナチュラルです、あれ、完全に。ナチュラルにやってるってことですね。はい、この手首のこの切り返しのこの動きとかは、もう本当に、本人はもう無意識でやってるので、あれを作ろうと思ってやってるのではないです。なんかそれもね、なんかすごく残ってる。だから、要は、小屈とか、僕は言ったりして、小屈って、このね、動きとかは、やっぱ、怪我とかにもつながるわけですもんね。いや、要するに、それが、篠田さんみたいなフィジカル持ってたら、あれが自然に起こるけれども、全員が全員こういう動きをするっていうのは、ちょっとリスクあるよねっていう話ですよね。そうですね。それがその人にとって、無理のない角度とかって絶対あると思うんで、100人いたら100人、適するスイングって絶対ないと思うから、はい、そうなんですよね。だから僕はこのダウンスイングで、はい、まあ基本的にフェースが開いたら、まあ技術的にはですね、ダウンスイングでフェースが開いちゃうと、なんかこうゴルフ、それこそ再現性が落ちてしまうので、まあフェース閉じててほしいよねってなるわけですね。で、閉じるとやっぱりその小屈を入れるか、まあそもそもこれができないっていうかね、それができない方はやっぱりグリップを変えようとかね。グリップでそれを対応しようとか、さっき言ってたように、なんか違う方法でいければいいんですけど、ね、なんかやっぱりこれ、多分 YouTube を見てて、すごくこういう悩んでるんだと思うんですけど、YouTube ってやっぱり一方的にやっぱり、情報発信せざるを得ないので、はい、本来だったらね、沢源さんが、あと、あ、じゃあ手首こういう動きってやっぱり厳しい、フィジカル的に厳しいよねって、普段のレッスンだったんですね。だとすれば、じゃあもう少しグリップをこういうふうにしましょうか。そうすればスイングでここでフェース閉じるんでとか、そういう方ができると思うんですけど、やっぱ YouTube の怖さってやっぱこういうところにありますよね。そうですね。オリジナルでできるわけじゃないから、うん、そうですよね。現場だとやっぱり個別に対応できて、あれですけど、やっぱり手首、インパクトの形とかも手首だけ見るんじゃなくて、やっぱり骨盤の向きとか肩甲骨の動き方とか、そういうのも全部見て、初めて手首がこれできるかできないかっていうのが決まってくるんで、すごく難しいところですよね。そういう情報発信の仕方。うん、そうなんですよ。だから僕もだからコメント返しがちょっと困っちゃう時もあるんですけど、まあそこはだから、まあ、個別にやってもね、近くのそのゴルフインストラクターの方に相談してもらうとかしないと、自分の形ってできないのかなっていうふうには思ってるんですよね。だから、まあ、渋野さんとか出てきて、すごいこう、あそこだけ取り上げられるじゃないですか。これでみんなやってましたから、ね、当時ね。みんなやってましたもん。みんなこうやってましたけど、あれってほら、最近、直ドラやってますね、みんな。自分で。直ドラやってる。直ドラ、ハワイで成功したんで、結構直ドラ流行ってますね、なんかインスタとか見てると。なるほどね、ファンの方がね。いやでも結構あれだけ有名なね選手に、まあ本人もそうだと思うし、
まあ、その周りの方とかいろいろこう辛辣なコメントとかないんですか？あ、僕はそういうの見ないんで分かんない。見ないんですか？ SNS には一切ないですね、僕は。ああ、いいですね。あの、はい、なんか、そうですね、今のところ。いや、ないのはもう一番ですわ、それは。もう本当に僕とか、なんかびっくりするコメントありますからね。本当に。本当ですか？本当に。あ、YouTube ですか？でも YouTube はさ、なんかこの本名で出てこないから、あんまり変なこと言わないん。YouTube、でも YouTube では変なことないんだけど、Facebook とかだと、結構えげつないのがあって、はい、でも Facebook ってさ、でもほら、あの本名でやってるじゃないですか。はいはい、よく言うなぁと。で、本当に言葉とかが乱暴なんですよ。別にこんな、やっぱり意見とかきっとしては聞くじゃないですか。だけど、はいはい、すごいこう乱暴な言葉遣いをしてるんだけど、そこ見に行くと、ものすごい、その自分でこう商売、なんかやられてる方のところまで行き着いちゃうじゃないですか。はいはい。普段こういう仕事してる人がこういうこと言葉遣いするんだとかね。だから Facebook の人とか気をつけた方がいいと思いますけどね。確かに。まあそんな、ね、そういう話じゃないんですけど。まずちょっと質問来てます。渋野選手のさらなる飛距離アップのためにやってるスイングトリングメニューを教えてほしいです。毎日、隙間時間でできるメニューとかありますかっていう。そうですね。やっぱり。今は渋野は、まあ、自転車のギアで例えると、僕よくこの話を本人の前でもするんですけど、例えば1速から5速まであって、今までは、3速のギアの状態で、それをなるべく早く漕げるように効率よくっていうトレーニングをずっとしてきたので、今は4速、5速っていう形で、その馬力を上げていく段階なので、だからその馬力が今今年例えば3から4に上がったような状態だとしたら、今度はその馬力で回転数を上げていく、より効率よく体を使っていくっていう状態があって、でそれができてまた5速で回転率を上げていく、だからその効率と力の部分っていうのを1対1ぐらいでこう上っていくイメージでは今やっているんですけど、だから絶対その馬力が上がると体のどっかに痛みが出たりとか違和感出てくるんで、そういうのをこうちょっと見極めてやっていきたいなとは思ってるんですけど、はい。なるほどですね。あとは家でできるものなんですけど、ちょっとやっぱりこれもその方によって全く内容が変わるんで何とも言えないんですけど、でも一般的にはもう8割9割言えることはもう柔軟性ファーストなので、まずは前後の柔軟性っていうのを確保するのがすごい大事で、例えば前屈後屈しっかりできない方ってものすごい多いので、それをやってから今度は回転の柔軟性を上げていく。ちょっと専門的な話になっちゃうんですけど、結構柔らかくしていく順番はすごく大事かなと思ってます。で、やっぱりほとんどの方でトレーニングは必要ないかなと思ってます。飛距離上げるのに。まず柔軟性だと。そうですね。はい。それぐらいもう柔軟性ってすごく大事で、やっぱり男性でもう柔軟性もう完璧に伴っている方ってあんまりいないですよね、正直僕が今まで、携わってきた方の中で、プロの中でも。あ、プロも含め。はい、プロも含めて。ああ、そうなんですか。だから、もう本当に、もう男性であればヨガ一点、僕は推しで。ああ、なるほどですね。はい、はい。ヨガって。でもやっぱり前屈後屈なんですね。やっぱ順番があるんですね、やっぱね。ありますあります。はい。そうなんですよ。その後に回旋系の柔軟、はい、回旋とかこう横の動きですね。横側屈。はい。ああ、そうなんですか。うん、それは知らなかったです。やっぱり順番ね。そうなんですよ。やっぱり猫背とかこういう前後の動きが崩れると、猫背になったりとか、こういう姿勢になったりとかして、うん、やっぱり回転も影響出てきてしまったりするんで、うん、やっぱりまずは前後のバランス整えて、体が本来持ってる、なんていうか、生理的湾曲って言うんですけど、本来あるべきカーブを背骨に持たせてあげる。っていうのが一番効率はいいかなと思います。うん、なるほど。はい、いや、勉強になりますね。全く前屈後屈できません、私自身。硬いですもんね、長谷川さん。めっちゃ硬です。だからもう中1で諦めたっていう柔軟性。諦めてる場合じゃないですよね。もう本当に。いや、もう柔軟性はもう変わりますからね。でもさっきの話でね、何歳からでもできるっていうことで、もう勇気が入ってるんで、うんうん、もう
痛み取れてからの方がいいですよね、でも僕ね。そうですね。痛くない範囲でやるのが。そうですよね。はい、痛み取れるから。柔軟性もやっぱり弛緩と緊張を繰り返すのがすごい大事で。例えば、反る動きを柔らかくしたいんであれば、前屈して、後屈して、前屈して、後屈してっていう、注目をこうミックスでやっていくと、筋肉がうまくこう、弛緩と緊張によってリラックスしてきてくれるんで。だから昔、股割りを押すだけみたいな、ああいうのって結構危ないですし、はい、ちょっと体にとっては良くないかなと思います。あ、じゃあ、ある意味、ちょっと、サボり気質の方、人の方がリスクないってことですね。そうですね。もう、本当ながらでもいいので。あ、なるほどね。はい、あ、でも、その辺のね、トレーニングメニュー、下の、概要欄に、斉藤トレーナーのインスタグラムの URL 貼ってあるので、あ、で、結構上げてますね。ありがとうございます。そうですね。結構マニアックなのばっかりですけど。確かに。でも基本ですね。ほとんどの人が基本から本当にやんなきゃいけないですね。はい、うんうん、ああ、なるほど。もう一個来てますね。朝一番のスイングで体がきちんと回るようにするには、どのような柔軟すればいいでしょうか。ああ、だからこれはだから日々のあれっていうよりは、多分ゴルフに行った時の、はいはい、朝一やっぱりみん な無難に出ていきたいっていう気持ちがあると思うんですけど、うんうんうん、なんとなくゴルファーだったら分かると思うんですけど、はい、何ホールか行くと馴染んでくる感があるんですね、うんうんうん、そうですね。それって何かあるんですかっていう話がありますけど、やっぱりちょっと季節によっても変わるんですけど、一番大事なのは、うん、体温をしっかり上げること。なるほど。なんで、まあ、夏だったらそれは必要ないですけど、なんでそのまあ完全に体温が温まっている状態であれば、僕が思うのはやっぱりそのさっきの前後の動きをしっかり出してあげて、前屈後屈で、回転という形で、本当にもう5、6種類ぐらいでいいと思うんですけど、立ちながらできる種目で、左右均等に前後のバランス、左右のバランスを考えて、ストレッチをやってあげるのが一番いいんじゃないかなと思ってます。なるほどですね。ちょっと抽象的なあれですけど。いや、でも一番簡単なところで言うと体温を上げるっていうところですよね。体温、そうですね。体温、割とだ女子プロの、だからプロテスト会場とか行くと、まあ男子は確かあんま見ないんだけど、はい、女子の子ってやっぱすごくそういうのをすごく一生懸命やってる人が多いなっていう認証で、テスト会場行くと朝みんな駐車場とかでね。ね、うん、走ってるもんね、やっぱりね。はい、走って、はい、そうですね、うん。なるほど。田島さん。体温を上げて、前屈後屈。まあ、基本的に。じゃあ、僕ね、わかんない。だから、ラジオ体、とりあえずわからなかったら、とりあえずまずラジオ体操やったらいいんじゃないですか。ラジオ体操。最高ですね。最高です。いや、そうです。はい、言ってもらってよかった。間違いないです。いろんなところでね、まず、まあ、いろいろわかんないだろうから、まずラジオ体操を毎日、はい、これね、なんでかっていうと、僕の生徒さんで結果が出た人がいて、はい、はい、最初にもう、最初に60歳ぐらいだったと思うんですけど、俺は人にものを教わるのは嫌だって言いながら入ってきたんですよ。うわ、すごい人来ちゃったなと思ってて。でも、なんか、なんで来ちゃうの、いろいろ話す中で、なんでお越しになったんですかって聞いたら、まあ、要はその、クラブ競技に出て、まあ、まあ、いっぱい打つじゃないですか。君が来るとこじゃないよみたいなことを言われて。はい、まあ、だからそういうことを言う、プライド高いような方ですから、その、なんていうんですかね、そんなこと言われたらもうめちゃくちゃ怒ってるわけじゃないですか。だからもう悔しくて来たみたいな話なんですけど、まあ、結局その方がね、一番結果が出て、本当にそこから、それこそハンディキャップ30、もう本当に30いくつだったと思うんですけど、はい、まあ、その後3年ぐらいでシングルになったんですよ。あ、すごいですね。そう。で、まあ、一生懸命ね、練習するっていうのも当然あったんだけど、うんうん、その方がやったのはね、最後のね、やっぱり、まあ、ハンディキャップで言うと15以下ぐらいまでは簡単に来るの。やっぱりゴルフのスイングをちょっとやれば。だけどそこから、はい、11、19のこのあたりが結構厳しくて、1年ぐらいでもう80代半ばぐらいで回るようになった。で、そこからやっぱりシングルに難しくて、何やったかっていうと、やってるメニューはほぼ変わんないんだけど、毎朝ラジオ体操やった。うん、そしたらやっぱりね、全然変わってきたっていうのがあって、でもそれこそ毎日コツコツだよね。
あれ、本当よくできてるんですよ、ラジオ体操って。僕も4、5年ぐらい前に、その雑誌の特集で、なんかゴルフ体操を作りましょうみたいな話があったんですよ、企画として。いい。で、なんかいろいろ、はい、5分ぐらいでできるものが、話がもらって、で、いろいろ考えてて、うん、で、まあ、ラジオ体操とかも久しぶりに見て、うん、やっていくうちに、あ、これでいいじゃんって正直思っちゃったんですよね。全部入ってるんだね。全部入ってる。前屈、後屈、側屈、回旋、全部入ってるから。確かに。もう、確かに。その企画は流れました、それで。その一言で。確かに。そうだよね。はい。そうだよね。確かに。ただ、あれ、じゃあ、ラジオ体操に歌入れて、なんかしちゃう。そう。ね。そうですね。そうですね。リズムを変えるとかね。まあ、結局同じになっちゃうんだよね。あ、でも、ゴルフ体操とか作ったら結構いいかもしれない。面白いかもしれないですね。ちょっとラジオ体操だと抵抗があるっていうか恥ずかしいかもしれないんで、ね、なんかこう、はい、うん、音楽に乗せてとか、なんか、うん、じゃあマイケル式、うん、あ、いいっすね、いいっすね。マイケル式ゴルフ体操作ろうかな、はい、歌って、俺が。うん、あ、いいっすね、いいっすね。歌担当では。もう、ダメだな、もう本当な、ちょっと最近もエンタメ寄りに行き過ぎちゃってるから、本当気をつけないといけないですけど。まあ、あ、またそれ、でも このぐらいです。一般アマチュアゴルファーはどの、プロのスイングを参考にすればいいですか？ちなみに自分はアラフォーのおっさんです。あ、このあたりはどうなんですかね、ダメになっちゃうのかな。あ、参考にした方がいいスイングみたいな。ああ、やっぱり。でもこれってやっぱり年齢、やっぱ柔軟性が、よく、あれ、これは良くないなと思うのが、僕が質問に答えるみたいな感じになっちゃったんですけど、みんな女子プロ、一般男性が大体、女子プロゴルファーと飛距離が大体同じじゃないですか。だから、女子プロは参考になるよね、飛ぶ男子は参考にならないよね、よく言われるんですよね。いや、でも逆じゃねえと思って。だからその、女子プロの可動域絶対ないじゃんって、うん、さっきの話じゃん。間違いない。そう、だからそれ間違いないです。でもダメだよねって思いますけど、はい、そりゃ、ね、そうですよ、ね。はい、うん。やっぱりヘッドスピードは多分同じぐらいだから、うん、道具とかは女子プロを参考するのはいいかもしれない。シャフトとか。ああ、そうですね。ただ、体の使い方がもう全然違うから、うん、例えば骨盤の開きの角度とかも、大体女子プロって、45度から60度ぐらい骨盤開くんですけど、インパクトで。インパクトで、はい。うん、なんか、ギアーズ見てる感じ。うん、ただ、一般の方でそこまで開くって、相当腰に負担かかると思うんですよ。なるほど。だから、僕がトレーナーとしての意見は、やっぱり男子のシニアプロを参考にするのが一番いいんじゃないかなと思います。うん、なるほどですね。はい。いやー、なんかまずいですね。耳が痛い話になってきました。ただね、今ね、僕今 YouTube、今編集段階に入ってるのがね、はい、まあ、あと出ますけど、元祖ボディターンっていう人がいるんです。杉原輝夫さんっていうね、名プレーヤー、はい。はい。元祖ボディターンって言われてる。だから、杉原さんの、いや、要はそれってどういう動画かっていうと、この後出るんですけど、はい、うちのコーチ陣が、いや長谷川さんはこうやって言うけど、実際その、ね、年配の生徒さんが来た時にこれってできるんですかって話になった時に、いやそれそのままでやっちゃダメだよって、うんうん、ね、YouTube ではこれはでもさっきの話、 YouTube ではやっぱプロは大体ほら腰がここで45度から55度ぐらい開いてるんだよって、うん、ね、だからボールに対して正対してはインパクトしてないよ少なくともねっていう話をしてて、プロはこうだよって言って、あとは自分がどこまでできるかっていうところを、まあ、探してってもらいたいんだけど、動画上そういう風になっちゃうんです。で、事実を伝えなきゃいけないんで、もうそのデータを話しするとそうじゃなきゃいけないみたいになってしまっていて、でそのうちのコーチからの質問に答えるっていう動画で、でこの元祖ボディータンの杉原さんのスイング見てください。もうシニアのね、見てね、見たら、まあ手打ちで手で打ってないんだけど、ちゃんと体のこんな腰がこうね、センサーがあるような状態で打ってないし、うん、っていうのを、まあ、解説した動画を今ちょうど作ったとこなんで、ここで言っとかないと、斎藤トレーナーが言ったから僕はそっちに寄せたみたいな話になっちゃうんです。すいません。でもそうですよね。はいはい、だからその、さっきの質問に答えると、要はその、
年代とかが近い方を見た方がいいっていうことですよね。そうですね。あと性別ができれば一緒の方が近いと思います。体は。だよね。はい。でも40歳で40歳のプロっていうよりは若干上の人を見た方がいいよ。うん、そうだと思います。やっぱり。一般男性の方の方がね、柔軟性ないから。はい。やっぱり男子でもアスリート、プロで活躍された方はアスリートなんで、やっぱり一般の方よりは柔軟性もあると思いますし、で考えるとやっぱり普段からストレッチとか運動されてない方であればプラス10歳20歳ぐらいのプロを参考にするのが一番近いんじゃないかなとは思います。確かにそうですね、はい、まあまあもう本当に群の根も出ない話になりました。はい。ああもうコメントが今度あれですけれども、ちょっと時間もね、結構なりました。ここの柔軟、そろそろね、お時間ですけど、柔軟性をどちらかというと、柔らかい場合、飛距離アップの筋トレでアマチュアにおすすめを教えて、飛距離アップの筋トレで、アマチュアのにおすすめ、はい。そうですね、柔らかすぎる。うん、これも種類がいろいろあって、もう本当に柔らかすぎる方であれば、はい、結構女性に多いんですけど、もうそういう方はいわゆる筋トレですよね。スクワット、デッドリフトとか、本当にもう昔ながらの古き良きトレーニングでいいと思うんですよ。っていうのはしっかり柔軟性が伴ってるんで、あとは出力を上げるだけである程度のものができてくると思うんですけど、まあ、ある程度、柔軟性があってそれなりに体も強い方であればスピード系のトレーニングとかって前に長谷川さんとの、DVD 作成したと思うんですけど、はいはい、そういうシブトレマックスですね。シブトレマックスみたいなやつで、はい、ある程度道具を使用してスピードを意識してやるようなトレーニングとか、体の力の方向とかタイミングをやるようなトレーニングをやっていくのが一番いいんじゃないかなと思います。うん、じゃあ基礎トレーニングをしろっていう話ですね。そうですね。そうですね。うん、はい。なるほどですね。いや、シブトレマックスもね、概要欄にリンク貼ってありますので、興味のある方はね、ご覧いただければと思いますけれども。まあ、そんな感じで、飛んでる。森春さん。あ、後屈は得意ですが、前屈は苦手です。前屈は最低限どのぐらいできればいいでしょうか。あ、これも。あ、珍しいですね。結構逆の方が多いです。前屈は得意だけど、後屈できないっていう方が多いです。ちょっとやりましょう。前屈は基本的に、前屈ってちょっと、なんですかね、こういう背中丸める前屈ってあんまりゴルフ意味ないんですよね。はいはいはい。なくて、しっかり骨盤、背骨まっすぐな状態で前屈していって、大体手のひらの先が足首ぐらいに来るのが理想です。うん、床につく必要ないんですけど、こういう背骨まっすぐの前屈で、これと全然違いますよね。この前屈と全然違う。うん、全然違う。これで床につくのとかって背骨の柔軟性を見てるんですけど、こう背骨まっすぐの前屈って股関節の柔軟性が分かるんですよね。なるほど。これをちょっと意識してやっていただくと、よりゴルフに直結する、いいかなと思います。めっちゃいいね、これ。僕はゴルフ前屈って呼んでるんですけど。ここ1時間ね、見てくださった方、今のところだけでもいいと思います。私、今のやりましたけど、膝頭でしたね。あ、膝頭。あ、それ、もうちょっといきたいですね。やばいですね。これはやばいな。これができないと、アドレスもちょっと決まりづらいですし、あと、インパクトでお尻が前に出やすくなります。わかりやすい、うん、これやろう。いや、これからですね、まずね、前屈後屈、皆さん前屈と後屈ですよ、まず何はともあれ、うん、いいですね、うん、うん、あ、もうコメント、あ、シブトレマックス買いますということです、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。最後のね、質問にちょっと答えて、これは僕ですね、深堀圭一郎プロのスイング憧れです、かっこいいですよね、高いトップからのドローはアマチュアの星です。深堀圭一郎のプロにする、スイングにするためのワンポイントアドバイスをお願いします。深堀さんのスイングになるためにはね、今なんかいろいろシャローイングとかなんとか言われてるんですけど、もう昔、もう深堀さん自体も動きもう深堀さんに限らずね、上手い人は必ずああいうような動きになってるよねっていう話なんですけど、やっぱり
僕が答えることになると、ちょっとこれ動き出しで絶対的にこうやって腕をローテーションさせないことですね。ある程度この腕のローテーションを抑えて、ボディで上げていくっていう、もうここの一体感、深堀さんすごいんで、やっぱりクラブがやっぱりある程度これがバックスイングで、よくあるケースがこの構えていて、なんかフラットショルダープレーンっていう動きなんですけど、こうやって左の肩が早い段階で上がってきちゃって、角にクラブとか腕のローテーションが入ってしまう。でこうなると帰ってくるときも絶対こうなるんで、まあ逆に言うと深堀さんはそこがすごい顕著というか、すごく強く出てる選手なんで、まあそうじゃないとドロー打てないよ。だから要はこういう動きでいって、帰りはこう入ってくるんで、必ずまあドロー系の球が打てるよねっていう話ですよね。まあ結果シャローイングとかっていうことだと思うんですけど、だから同じ方が質問されているんですけど、やっぱりシャローイングってなんかダウンスイングのここだけをねイメージするんじゃなくて、やっぱりスイングの流れとしてそうなるように、シャローに入ってくるっていうことはやっぱり、スイングを構成する上では絶対的に必要な動きではあるんだけれども、そこを形で作るんじゃなくて、そうなるような流れをしっかり作ってあげる。で今日の話で言うと、そういうような流れを作るためには体ができないとダメだよねっていうのが、今日のまとめになるのかなというふうになるんですけども、そうですね、形だけを真似るんですよ、私も そう思います。はい、まあそんなわけでね、萩さん頑張っていただければと思うんですけれどもね、もう時間もね、長くなってきてしまう、本当長い間に見てくださってありがとうございます。今後ね、今後の活動ってどんな感じですか？今後の活動は、まあでもその越谷でやってとかっていうことですか？そうですね、はい、やっぱりもう僕も去年一昨年ぐらいから日本に帰ってきて、アマチュアの方と関わらせていただくようになって、やっぱりその柔軟性の問題っていうのをものすごく感じたので、これはちょっとなんとかいろいろしたいなと思って、でヨガを勉強し始めて、で、そうですね、でそのことを長谷川さんに相談して、でまあそうですね、ゴルフヨガみたいな形でちょっとその柔軟性に特化したプログラムを作っていきたいなと思ってます。絶対もうそれはもうこの間もミーティングで話をしたんですけど、僕はもう実証実験済みで、やっぱりもう僕はスポーツクラブとかでもゴルフレッスンとかね、やってたりして、その時に当時やっぱりちょっとヨガをかじったゴルフインストラクターがいて、本当にゴルフヨガやりますみたいな感じになったら、もうスタジオ目でいっぱいになっちゃったんですよ。だからやっぱり、はい、やっぱりそこのあたりっていうのはなんかゴルファーはやっぱりストレッチとかもどうやっていいか分かんないとかね、まあ今言うとすごくこうシンプルにこうやる教えてもらったんですけど、まあなんかそういうのをなんかこうヨガとかっていうとまたちょっと何なんですかね、イメージの問題なんですかね。すごい、まあ、そうですね、言い方、まあヨガっていう言い方ですけど、まあそうですね、ヨガっていうとなんかちょっと敷居が高いイメージあるかもしれないですけど、柔らかい人しか行けないんじゃないかとか、まあ、でもそんなことなくて、はい、なんか多分僕みたいな人がいたら滑稽な形になる、なんか僕の、ごめんなさい、ヨガは僕のイメージなんですけど、木の形とかさ、なんか木の鳥とか、はいはい、ね、なんかそういうののイメージなんだけど。ありがとうございます。あ、でも実際そうなの。でももう本当に例えば上級者クラスに行ったらそういう感じになるんです。あ、実際はもう本当に細分化できて、本当に1から10までこう、何段階も分けてできるんで、レベル別に。あ、そこは、はい、ゴルフとかなり相性はいいと思いますね。なるほどですね。はい、じゃあ、ヨガの、ゴルフヨガ のあれを作りましょう。そうですね、ぜひ、ね、やりましょう、はい。これ絶対ね、やらなきゃダメだ、これは。うん、これは僕結構自信持って体変わるって言い切れる、言えますね、そこは。特に一般男性はですね、ほとんど柔軟性に問題を抱えているということが今日分かりましたので、私も含めてですね。はい、だから、まずはその、まず前屈、だからそれをまあヨガで、ゴルフヨガっていう。はい、ああ、それはいいですね。やりましょう。ちょっと体系化したいですね。うん、そう、体系化すると、そう、やりやすい。はい、うん。で、毎日コツコツできるようなね、そうですね、になっているようにしたいですね。本当に5分でもいいから、2分でもいいので、うん、継続していただいて。うん。うん、そうですよね。そんなのちょっと作りましょう。やりましょう。まだ大体日本にいるうちにもうしっかり作ってね、はい、はい、やっていきたいと思います。
ぜひぜひ。そんな感じでいいでしょうか。ね、皆様ね、すごく長い間、ね、最初3、40分っていう話だったんですけど。ああ、今何分ですか？ 1 時間10分ですね。おお、1時間10分。あっという間でした。あっという間でした。なんか、ほとんど本当に僕が話がくどいんでね。コメント書かれますの、YouTube。話が長い。コメントすごいなって、本当に。君のコメント、君なんか話してるけど、それは20秒で話ができることだってコメント。20分の動画ですよ。20分の動画、この説明は20秒でできる説明だって言われて。おっしゃる通りでございます。コメント、おっしゃる通り。そう。ですね。コメントでご意見をいただくのは本当にありがたいんですけど、乱暴な意見を文章は、ね、心が傷つくのでよろしくお願いします。これ言うとね、逆に書かれちゃうんだよね。これ言うと逆に書かれちゃう。はい、ということで。いや、でもね、本当に YouTube はね、有効的な方が多い。はい、ね、Facebook は気をつけてください。ということで。まあ、そんな感じでちょっと長々とやりましたけれども、まずは皆さんね、僕たちちょっとゴルフヨガのね、をちょっと作りたいなと思ってますので、これはちょっとまだすぐにはできないと思いますけれども、それを体系化してるんですけど、はい、まず皆さんはですね、話を僕まとめるとですね、ほとんどの男性がやっぱ柔軟性に問題があるよ。まあ、トレーニングやる前の柔軟性だと。で、その柔軟性も、まあ、いろいろあるけれども、まずは前屈後屈をしっかりできるようにやっていこうと。それから回旋だとか、側屈とか。まあ、そういうようなところにやっていこうっていうところまでできたんで、まあ、ほとんどの方がね、この前屈後屈のところで多分、うって気づくと思いますので、そうですね。毎日コツコツやっていただければと思います。はい。そんなこんなでまとまってますでしょうか？はい、すみません、まとめていただいてありがとうございます。間違ったこと、はい。で、もう、ええ、合ってます。はい、その通りです。たまに嘘を言ったりしますからね。大丈夫です。大丈夫です。はい。斎藤トレーナーね、先ほど言いましたけど、概要欄の方にね、インスタグラムね、URL 貼ってありますので、そこ行くとですね、なんか、まあ、ちょっと今日はすごくシンプルで基本的なところを教えていただいたんですごくいい。できるかなと思ったんですけど、あれ、インスタグラムとか見ると、ゴルファーが見ると、あ、なるほど、こういう動きはゴルフには必要で、なんかイメージが湧く、ような、トレーニング動画とかも出してるんで、ぜひ見に行っていただければなというふうに思います。ぜひお願いします。はい。そんなわけで、ありがとうございました。ありがとうございました。そんなわけで、ヨガ、斎藤トレーナーとの対談、初ライブということで、これにてお開きにしたいと思います。というわけで、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。